にちは、カオルンです。今日はね、なんと JBC ケンウッドのまたまたね、製品ですよ。新しい製品として今ね、世の中で流行りだしてるね、あちらの製品の、最新機種、こちらを紹介していきたいと思います。こちら、ドン SPA7WTB でございます。イエイ。最近さ、こちらのネックバンドスピーカーめちゃめちゃ流行りだしてないですか？コロナが日本に流行してからですね、自粛生活皆さんするようになって、ますますこちら流行っているのかなと僕は思っています。最近ね、ネックバンドスピーカーね、なんで流行りだしてるかというと、かけてると、まあ、かけるじゃないですか。こうやって耳に直接つけてないんで痛くならない。あとは首にかけてても、まあ、軽いので痛くない。あとはね、落とす心配もないので危なくないですよね。で、今回のね、こちら SPA7WT なんですけども、こちらはね、色はブラックのみとなっております。最初に紹介した時に最後に B をつけてたんですが、あれはブラックの意味です。どうでもいいな。で、前にね、 JVC ブランドからネックバンドスピーカー SPA10BT B というね、商品が出ていたんですけれども、これと何が違うかっていうのをね、今から紹介していきたいと思います。でね、いつも通り前と今という感じで言わせてください。で、前の値段が 16,368 円、で、今回のが 15,290 円で、まあ値段はね、1000円弱減っただけですね。あんま変わんないと思います。で、あと前回のが 88g、 今回のが 83g で、まあこれも 5g ぐらいだから、あんま変わってないと思います。で、さらにですよ、前回のは充電時間が20時間だったのに、今回は15時間。いやいやいや、お前退化してんじゃねえかと。カール、お前そんなの紹介するんだったら前回の紹介しろよと言うんですけれども、今回ね、新たに良くなったのが、あのテレビに接続できるようになった、ここがめちゃめちゃでかいの。めちゃめちゃでかい。でね、こちらがね、テレビにつけるようなね、あの送信機なんですけれども、例えばね、テレビを見たいけど、まあ、家族がいたりしてなかなかね、見ることはできない。ワイヤレスイヤホンだって今テレビとつけることはね、なかなかできない状況じゃないですか。で、これだったら家の中でどこでも聞くことができるって。で、テレビ遠くから見れるじゃないですか。で、他の人にも迷惑かけない。ここがね、めちゃめちゃでかいんですよ。音はどうなのかというところなんですけれども、音はね、普通にいいですよ。悪くはない。音楽聴くってなったら、まあ坊主さんとか僕はいいなと思うんですよ。ただね、音楽聴くんだったらワイヤレスイヤホン変えようと僕は思います。今まで紹介してきた製品、こちらをね、買ってください、ぜひね。何がいいかっていうと、テレビを遠くから見ることができるっていうのがいいので、じゃあテレビを見てる状況でどんな感じかって僕実際に試してみたんですけれども、遅延がないので、遠くから見てても動きと音が一致してるので、ここがね、めちゃめちゃいいっすよね。こうやって遠くから見てて料理をしてる時に、あ、水が跳ねた、お湯が跳ねたってなっても、防水対策があるので、めちゃめちゃいいです。まあただね、若干やっぱりイヤホンと違ってネックバンドスピーカー、これはね、どのメーカーさんも一緒です。音漏れがするので、近くでね、聞かれてる人がいたらちょっとね、迷惑かかっちゃうかもしれない。だから外ではおすすめしない。で、僕ね、実際にこれ今回なんで買ったかっていうと、僕のね、父、お父さんにプレゼントしようと思ってます。僕の父はですね、母と二人で暮らしてるんですけれども、父がね、早起きなんですよ。で、母がね、早起きする時もあるけど、8時、9時ぐらいまで寝てて、で、父はまあ7時ぐらいに起きるので、いつもね、静かにこうご飯を食べながらキッチンで、携帯で、ワンセグで見ながらイヤホンでしてるんですけど、やっぱりね、臨場感が足りないよね。で、テレビがちょうどキッチンから見れるので、で、キッチンで遠くにテレビをつけといても、テレビは見ることができるのに音はここから出てるから、リビングから近めのところで母が寝てても起きないし、まあ、二人にとってめちゃめちゃメリットがいいなと思って、僕は今回買ったんですよ。っていうところで、まあ、家族がいる人には、ね、絶対におすすめです。めちゃめちゃおすすめ。二人暮らし以上の人ね。ちょっとつけてみましょう。いやいや、お前めちゃめちゃアホ顔だよって思いますよね。アホ顔です。でね、最後にね、もう一回値段を言うと 15,290 円でございます。Amazon で買うと 13,000 円ぐらいで買えると思います。今回も同様に JBC ケンウッドさんの概要欄に貼っておきます。あとはね、保証のページ、Amazon さんのページなんかも貼れたら貼っておくので、ぜひぜひ見てみてください。はい、ということでね、今回も JBC ケンウッドさんから JBC のワイヤレススピーカー紹介していきました。やっぱりね、Apple やソニーさんに負けてほしくないなと思いますので、JBC の製品応援してくれる方、僕の動画応援してくれる方、ぜひぜひチャンネル登録、
高評価してもらえたらめちゃめちゃ嬉しいです。ということで、今日もカオルンチャンネルのカオルンの動画見てくれてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイビー。